皆さんこんにちは。本日は神奈川県鎌倉市大船にやってまいりました。たびたびお世話になっております、ウォリアガル、ご紹介いたします。それではいただきます。白貝、味わい深いですね。漬け子の生姜に白魚、ホタルイカ、これはもうたまらず日本酒でございますね。百十郎最高です。そしてお刺身はタコ、天沼鯛、ホタテ、いつもの岩塩プレート、ピンク岩塩ですね。いただきます。天然ぶりの幽庵焼きです。春の山菜煮浸しでございます。それでは握りの開始です。クエ、煮ハマグリ、大トロ、コハダ、ウニ。いつもサービス精神旺盛な親方、今日はいろいろな握り方の解説をしてくれたんですよ。さすがですね。そして出てきたのがノドグロの炙りです。とろけましたね。鉄火巻き、どれそれ、おいしいな。かっぱ巻き、これは本当におすすめです。さあ、そして本日の一貫、おかわりしたのはコハダでございました。たまりませんでしたね。そしてお吸い物でございます。ハマグリの出汁を中心に作ったお吸い物、美味しいです。デザートはあまおうです。ちょうどいいですね。今日もあっという間に楽しい時間が過ぎてしまいました。最高の料理と親方の人柄で何度でも何度でも来たくなってしまいます。ごちそうさまでした。